このリポートでは強い表現がいくつか使われていますロザンヌ・ダンカンは親戚のところに行く間犬を預かってもらうためにリズとジェームズ夫妻のところに来ましたいらっしゃいこの子は頭がいいのよこっちは弱虫だけど弱虫じゃないよな 両方とも可愛いわよ可愛いのは分かってるわよでも弱虫なのそれで日曜日はどうだったのもちろん知ってることがほとんどだったけどそりゃそうでしょうねでも見てみる価値はあるでしょまあ物言いには気をつけなきゃね 私は言いたいことははっきり言う性格だから慎重にしゃべるのは気性に合わないのよ原則として今のご時世では重要なことよユーキップに関わっている人が何か間違ったことを言ったりしたりすると大げさに取り上げられて大変なことになるものそうだからさ 日曜にも言ったけど感情的なことは言っちゃダメなのよ。受け取られ方によっては自分が思いもよらなかった反応をされることがあるでしょだから言う前によく考えないとそうねその話なんだけどこれは言わせてもらうわ。 私は絶対に人種差別主義者じゃないのよ。各選挙区に行って写真を撮るって話をナイジェルがした時真っ先に思い出したのはねあ郵便局をやってるあの夫婦私がユーキップを支持しているって知ってるんだけど感じのいい人たちだった親切だったななんてインド人だったのかパキスタン人だったのか知らないけどどちらでもいいの素敵な夫婦だったもの私がうまく付き合えないのはネグロたちだけよ。 理由はからないでも魂に刻まれてるっていうか前世のカルマなのか小さい時に本当は何かあったのかもしれないそれが無意識の中に埋もれてしまうことってあるでしょとにかくネグロイドの顔つきをした人たちが本当に苦手なの。<laughs> 友達にね、あなたを夕食に招待してそういう人の隣に座ってって言ったらどうするって聞かれたの。退席するって答えたわよ。きっぱり。そんなバカな。でしょだって、顔と人格や性格は全く関係がないじゃないの。そうよ。分かってるわよ。なぜかわからないけど、とにかく苦手なの。 私だって理由が知りたいわよ。前世対抗をしてくれる人のところへでも行ったら分かるかしら、かもね。若者の職業訓練サービスが始まった頃、あるスタッフと話をした時にね、これを受けても意味がないと思う特定のグループはいますかって聞かれたの。それでいるわ、ネグロよって答えたの。そしたらネグロってそれどういう意味ですかですって。バカなことを聞くもんよね。だから肌が黒くて。 髪が縮れてて鼻の穴が広がってて肌がテカテカしている人たちのことよって言ったのそしたら「なぜ?」って言うからその頃80年代の後半だったんだけどその地域には10代の黒人の子なんてほとんどいなかったのね彼らにとっていいこととは思えないいじめられたりからかわれたりするだけだからって言ったのいいことじゃないって何が Sorry, 若者のサポートハウスがよああそういうこと まあ自分を正当化する理由として娘には言ってたのよ私は1940年代後半か50年代の初頭に生まれたの特にサネットには黒人なんていなかったから慣れてないんだって全く理由にはならないんだけどだって私だけがそうで他の人は誰もそうじゃないんだから本当に変よねうん。うーん さっぱりわからないわ <No. S 2> そうね <laughs> もっとおしゃべりしていたいところだけど夕飯をオーブンに入れてきたのよそろそろ帰るわ right, この子たちは任せて <laughs> <laughs> 一緒に来ちゃダメよいい子にしてるのよ <laughs> <laughs> ちゃんと世話しておくからそれじゃあ明日ねバイ okay, <honey. S 2> じゃあ気をつけていってらっしゃい